ありがとうございます。小吉や。これは家に帰って食べる。あ、そう。わかるよ。皆さんは特にちっちゃい気がしたか。コメントよろしくお願いします。コメントお願いします。はい、あけましておめでとうございます。加藤神社に行きます。ゴミは3日まで出せません。ゴミは久々ですな。加藤神社でお参り行ってくるぞ。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 マーシャルです。これは大変だ。頼むわ。だってお腹空いたもん。確かに俺もお腹団子食いたの。団子待て、考えとくわ。見たら知らん。考えとく。神社やっぱ音楽鳴ってるやん。確かに。でも他の神社に比べたら少ないよ。そんな食べないよ。すごいな。少ない美人が一回行ったことあるから。いや、住吉大社とかも動かれへんの。そうやろ。だから全然やな。全然、まあおるなって感じやな。そうかな。屋台がないっぱいあるわ。34番。36番ですね。5番。34番になります。はい、ありがとうございます。5番です。ないとかやばい。参拝ありがとうございます。小吉や。すげえ、大吉。しかも1回目、まさかのないやつやったから。ちゃん、最先ちゃん。俺が引いた。見てくれるけど、デルが役に立たない。金運、貯蓄を心がけよう。おお、合ってるやん。円満にすれば運が開けて幸せになるやって。ほら、イライラしない。日を追って生育することが日だし。あ、回復するまで注意しろってことや。これは持っとくわ。これはなんかする。冬に向かうように運は加工しますって。あらゆる苦難を耐え忍んで人生に立ち向かいなさい。必ず神様のご加護を授かって春の日の輝く幸運が訪れます。心明るく好機を待ちなさい。待ちましょう。ご覧くなって。よかったね、すんなり帰った。金運、むやみにケチをして健康や人望を損なっては金運は逃げます。心を豊かにせよ。やって事業は繁盛する。借金に頼るなやって。死は全力を尽くせ体験するなって。そう、寝てばっかりであかんってことや。虫黙れ。かわいいや。
吉引いてないもん。そう、もうずっとね、小吉とかね、吉とかね、京とかって、うん、久々、5、6年ぶりぐらいに大吉引いたわ。わばわばわばやばわばって、ね、やばい、超えたわ。めちゃめちゃ崩れてる。ウニコロッケリゾットのマーク、ショーはウニコロッケプレミアム。プレミアム、うん、クリームのやつ、中が。食べましょう。はい、これだけ先に食べようかな。うん、いただきます。うまいうまい、うん、いただきます。うまい、うまいあ、これから美味しそう。馬刺し30個いける。うん、いやいや、あれやったらな、うん、このウニクリームクロッケ売ってるおじちゃん、なんか容器だった。うんうん、うわ、うま。あ、逆だ。逆やった、うん、おもろ。それがクリーム、うん、これがこれがリゾット、リゾット、うん、米か、うん、うわ、いや、そっちの方が食べ応えあるかなと思った、うん、楽しかったね。うん、だから来年も分からない。うん、なんで笑ってるの。来年はあれ行きたい、平立神社。うん、これ持って打ち込み持つ。はい、どうも。うわうわ、汚れた。うん、でも手だけ。手だけ、うん、どうする。うん、関西も汚れてる。どこ？手の甲。今年の抱負をどうぞ。消えたね。早寝早起き。はい。痩せる。はい。ちょっと楽吹いてみる。ああ。あとは、わがまま言わない。ああ。以上。はい。今日あたり測っとかなかった体重。だって何キロ太ったかしてたかわからなくない。毎年測る。確かに。うん、ないいよ。うん、これも測る。マー君78ぐらいある。75ぐらい。あ、でも太ったかもな。マー君78よ、今。わかる。いける。お腹の感じがもうな。あ、78キロいってる。走ってるわ。わお。5の時な、もっとなんかこの辺がシュッキリしてたもん。でもな、うちら普通に3キロとか平気で上がったり下がったりするんで、すごいね。うん、また極貧生活だな。でも7日にまたあれ食べるよ、おかゆ。うん、まだ今年も頑張っていきましょうか。うん、頑張ろう。売り上げの確保と観光もしてな。観光大使する。観光もしてな、楽しんでな。頑張っていきましょう。行きましょう。頑張れよー。電車乗るわー言って。あれでもヒーターどうなんねやろ。どっちが悪いんやろな。いや、絶対電車やろ。電車なの。だって大きい方が悪いやん、大体。そうだって。電車ってでもそういうのさ、あれやん、責任取らへんようになってるやん。あの遅延とかもさ、絶対相手が悪いしさ、自殺とかああいうのもさ、絶対請求するやん。だそれしだしたらさ、もうシャレならんやん、電車側ってめっちゃ弱いから。え、じゃあもうあれ、車が責任、逆に強いんちゃう。車が、あ、電車が、電車が、あ、確かに。え、車の人
まあでも確かに車が悪いしな。うん、まあ、そもそもだって電車ってそこしか通られへんわけやん。動かれへん。うん、入ってきましたって言ったらな、強いやっちゃう。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。コメントもお願いします。コメントもお願いします。なんだっけ、マーク。皆さんはどこに神社行きましたか。皆さんはどこに神社行きましたか。コメントよろしくお願いします。コメントお願いします。はい、良いお年を。良いお年を。なんかよろしくお願いします。なんやねん。